39号では全部格納庫と救急式艦爆を組み立てます。今回付属するパーツです。最初に38号で組み立てた全部格納庫の格納庫指示具にパーツ01の全部格納庫右舷壁をはめ込んで、格納庫に合わせネジ E2 本で固定します。次に格納庫全壁と左舷舷外通路にパーツ03の全部格納庫全壁舷外通路を左右の傾斜はしごを溝に合わせながらはめ込みます。続けて全部格納庫右舷壁と全部格納庫全壁舷外通路にパーツ02の右舷舷外通路をはめ込みます。次に全部格納庫全壁舷外通路とプラットフォームにパーツ14の傾斜はしご A を接着します。次にプラットフォームにパーツ15の傾斜はしご B を接着します。さらにプラットフォームにパーツ13の手すり C を2個接着します。次に全部格納庫全壁舷外通路にパーツ11の手すり A とパーツ12の手すり B を接着します。次にパーツ07の救急式艦爆のプロペラの軸にパーツ09のエンジンとパーツ08のプロペラ指示具を差し込みます。次に組み立てたパーツをパーツ04の機体に差し込みます。次に組み立てたパーツにパーツ05の左主脚とパーツ06の右主脚、パーツ10の爆弾を接着します。これで39号の作業は終了です。